薬品物理科学シリーズデータ解析法スペクトルのピーク分離薬品物理科学実習ではエクセルを用いたデータ解析法をマニュアルとしてラングミは単分子層吸着式と BET 多分子層吸着式の直線近似法解析ラングミは単分子層吸着式と BET 多分子層吸着式のカーブフィッティング解析 分配平行における真の分配係数と PKA の二直線近似法解析分配平行における真の分配係数と PKA のカーブフィッティング解析の4本を作成しましたさらに他の分野についても理論を実際に活用してもらうためデータ解析法をシリーズ化することにしました第1回目は 薬学教育モデルコアカリキュラム SBOC1 カッ 1‐3 の 1, 1, 1電磁波の性質及び物質との相互作用を説明できるという項目に関連して物質の紫外化し分光高度計による吸収スペクトルのピーク分離についてまとめました分光学においてカーブフィッティングに用いられるピーク関数にはガウス関数 ローレンツ関数などが知られています。ガウス関数は、統計学の正規分布と同じもので、変数ラムダに対して、このような数式で表されます。ここで、a がピーク高さ、μ がピーク位置、シグマがピーク幅を表します。正規分布の場合は、分布を表すものにするために、曲線下面積が100%、つまり1にならないといけないので、 a イコールシグマルート 2π 分の1となります。ローレンツ関数は、コーシー関数とかコーシー分布ともいい、変数ラムダに対して、このような数式で表されます。ここで、b がピーク高さの因子、μ がピーク1、γ がピーク幅を表します。b は π 分の γ になりますが、ここでは、独立した変数パラメータとして扱いました。 ローレンツ関数は、ガウス関数と比較すると、ピークがシャープですが、裾野は、なだらかで遠くまでゼロに減衰しません。ガウス関数は、市外可視吸収スペクトル、固体の赤外線吸収スペクトルやラマンスペクトルなどの解析に用います。ローレンツ関数や、これに似ているフォークト関数は、気体や液体の赤外線吸収スペクトルやラマンスペクトルの解析に適するとされます。 ここで単一のローレンツ関数を2個のガウス関数で近似してみます。まず、説明変数1から100の範囲で μ を50、γ を10としてガウス関数をグラフ表示します。セル B1 に波長ラムダ、セル B2 に0、セル B3 に1、セル B4 に2と書きます。セル B2 から B4 を マウスの左ボタンで選びます。すると、この範囲にフレームが表示されます。フレームの右下に小さいスクエアがあります。マウスカーソルは白抜きの十字になっていますが、フレーム右下のスクエアの上に重ねますと、黒の十字カーソルに変わります。そこで、黒の十字カーソルの状態にして、マウスの左ボタンを押したままで、下向きに移動しますと、 1>, 1の間隔で増加した整数が書き加えられていきます。B102 まで移動すると100になりますので、左ボタンを離します。以上で、説明変数1から100のカラムが出来上がりました。スクロールしてセル C1 に移動します。ここに、ガウス関数と書きます。セル E2 にピーク高さ A、セル E3 にピーク1、μ、セル E4 に ピーク幅、シグマと書き、セル F2 から、1、50、10と書きます。セル C2 にガウス関数を書き出します。イコール、セル F2 を選びキーボードのファンクションキー、F4、アスタリスク EXP、左カッコ、マイナス、0.5、アスタリスクパワー、左カッコ、セル B2、マイナス、セル F3 を選び、F4 キー、 コンマ、2、右カッコ、スラッシュ、パワー。左カッコ、セル、F4 を選び、F4 キー、コンマ、2、右カッコ、右カッコ、エンター。次に、セル、C2 を、マウスの左ボタンでクリックします。フレームが表示され、フレーム右下に小さいスクエアがあります。スクエアの上で、マウスの左ボタンを押したまま、 1> c 1 0 2までドラッグします。その結果、同じ式が C3 から C102 までコピーされます。C2 をクリックして、画面上部のリボン直下にある数式バーに表示された数式をマウスでクリックすると、式で引用されているセルが色付けされます。B2、F2、F3、F4 が引用されていることがわかります。Enter を押してから、次の C3 で、 同様に、数式バーをクリックすると、F2、F3、F4 は移動せず、B3 だけコピー先の、セル1に対応して移動しています。セル、F2 などは、F4 キーを押すことで、$F$2 などと変化しましたが、が付加された引用セルは、コピーしても移動しないのです。Enter を押してから、C4 や C5 などで同様にしても、同じ規則でコピーされていることがわかります。 こうして入力したガウス関数をグラフ表示します。Excel で利用できるグラフは挿入タグのリボンの中央付近にアイコンがまとめられています。リボンのグラフエリアの右下の矢印マークを押すとグラフの挿入ウィンドウが表示されます。すべてのグラフタグを選ぶと項目メニューが表示され散布図を選ぶといくつかのアイコンがあります。物理科学で作成するグラフは 縦軸と横軸にデータを入力する、この散布図が多いです。マーカーのみ、平滑線とマーカー、平滑線のみ、直線とマーカーなどがあります。平滑線は、近似関数の根拠がなく、意味のないピークや脈動を生じてしまったりするので、綺麗なのですが、通常は使わないでください。ここでは、直線というグラフが必要です。なお、 項目メニューにある折れ線は横軸が数量ではなく等間隔の項目ですから使えません使用するのは散布図農地の直線という折れ線グラフですただし今は縦軸も横軸も指定していないのでキャンセルボタンでウィンドウを閉じます第一に横軸縦軸となるデータを指定しますまず横軸として セル B2 からセル B102 までを選びますシフトキーと CTRL キーを押しながら下向き矢印が使えます続いて B2 から B102 を選んだままの状態で縦軸を選びますセル C3 を CTRL キーを押しながら左ボタンを押しそのまま下に移動して C102 まで移動したら左ボタンを離します第2に スプレンドシートの上端までスクロールしてから挿入タグの散布図アイコンを押して直線アイコンをクリックしますベル型のガウス関数のグラフが表示されますグラフにはできるだけ次の5つの項目を書いてくださいタイトル軸のラベル軸の単位それぞれの軸のメモリと原点です軸の単位が定義できないときは相対的な間隔ということで アービトラリーユニットとか、そのイニシャルを取って au と書きます。原点は対数軸の場合には決められないので書かなくても構いません。また、表示している範囲に対して原点がかけ離れている場合は軸の一部を省略します。これについてはシリーズの別のビデオで必要な時に示していきたいと思っています。そういうわけで、第3に タイトルと縦軸、横軸を整えます。グラフタイトルは、ここでは、ガウス関数とローレンツ関数にしましょう。グラフウィンドウの下地をクリックすると、右上にプラスが表示されます。これをクリックして表示されるチェックリストで、軸ラベルをチェックします。縦軸はピーク高さ、横軸は波長ラムだとします。このグラフはシミュレーションなので、単位はありませんから書きません。 縦軸、横軸には原点があり、メモリのゲージもあります。第4に、ディテールを統一しておきましょう。横軸は、シミュレーション範囲となっている0から100までを表示するだけで構いません。また、ここでのピーク位置、μ は50ですから、メモリ間隔を10と指定します。横軸メモリの数字をクリックし、数字が枠線で囲まれたらダブルクリックします。 スプレンドシートの右端に、軸の書式設定というパネルが出てきます。この棒グラフのアイコンを選び、軸のオプションをプルダウンさせます。境界値の最小値を0.0、最大値を100までとし、単位のメモリを10に変更します。グラフの曲線をクリックすると、データ系列の書式設定パネルに切り替わります。この ペンキ缶バケツのアイコンをクリックし、線をクリック、線の幅を3ポイントくらいにしましょう。第5に、グラフのサイズを見やすいように大きくしてください。できたら、パネルの右上のバツをクリックして、パネルを消去します。文字が小さいように見えるなら、下地を右クリック、ブルダウンメニューから、フォントを選びます。文字サイズを12にして、 OK ボタンを押します。同じように、ローレンツ関数を作成します。セル D1 に、ローレンツ関数と書きます。次に、セル E5 に、ピーク高さ B。セル E6 に、ピーク1、μ。セル E7 に、ピーク幅、ガンマと書きます。セル F5 に、10。セル F6 に、50。セル F7 に、10と書きます。セル D2 にローレンツ関数を書き出します。イコールセル F7 を押して F4 キー、アスタリスクセル F5 を押して F4 キー、スラッシュ左カッコ、パワー。左カッコ、セル F7 を押して F4 キー、コンマ2、右カッコ、プラス、パワー。左カッコ、 セル B2- セル F6 を押して F4 キー。コンマ2右カッコ右カッコ。エンター。次にセル D2 をマウスの左ボタンでクリックします。フレームが表示され、フレーム右下に小さいスクエアがあります。スクエア上で十字カーソルの状態で左ボタンを押したままセル D102 までドラッグします。 グラフのグリッド中の下地を右クリックしてプルダウンメニューからデータの選択を選びますデータソースの選択ウィンドウにて判例項目にある追加ボタンを押します系列の編集ウィンドウが表示されるので第一に系列名の入力欄の右端のスプレッドシートアイコンをクリックしてセル D1 を選択系列の編集ウィンドウの入力アイコンをクリックして確定します 第二に、に系列 X の値にて、セル B2 を選択。セル B2 が破線のフレームに囲まれた状態でキーボードのシフトキーと CTRL キーを押しながら下向きの矢印キーを押しますすると最下段の B102 まで選択されて B2 から B102 までの範囲が破線のフレームで囲まれますこの状態で 系列の編集ウィンドウの入力アイコンをクリックして確定します系列の編集ウィンドウになったらスクロールバーでスプレンドシートの最上段まで戻ります第3に系列 Y の値にてセル D2 を選択セル D2 が破線のフレームに囲まれた状態でキーボードのシフトキーと CTRL キーを押しながら下向きの矢印キーを押しますすると 最下段の D102 まで選択されて D2 から D102 までの範囲が破線のフレームで囲まれますこの状態で系列の編集ウィンドウの入力アイコンをクリックして確定します系列の編集ウィンドウになったらスクロールバーでスプレンドシートの最上段まで戻りますグラフにローレンツ関数のグラフが追加されているので系列の編集ウィンドウの OK ボタンを押し データソースの選択ウィンドウに切り替わるので、ここでも OK ボタンを押します。こうやって、2つのグラフを重ねた表示をしてみると、グラフの曲線が細いとか、色の変更など手を加えてみたくなることがあります。その場合、変更したい曲線をダブルクリックします。ペンキ缶バケツのアイコンを押して、線をクリックし、色や幅を操作します。今回のグラフは、 両方だいたい同じピーク高さになるようにしてあります。ガウス関数では、ピーク幅、シグマが10ですから、横軸40から60までの間が68、68%の面積となり、40以下が16%、60以上が16%という配分になることが知られています。30以下、70以上はそれぞれ2.5%で、統計では、 30から70の範囲が95%信頼区間内です。ローレンツ関数はシャープですが、裾野はなだらかで遠くまで0に減衰しなくなります。ここではピーク高さを揃えているので、曲線下の面積はローレンツ関数の方が大きく描かれています。もしも面積比を同じにしてあった場合なら、30、70のところで、 ほぼ同じ高さを通ることになっていたはずです。ローレンツ関数は非常にベースラインが広くなっており分子運動の多様性が大きい気体や液体の赤外線吸収の場合にこの特徴がスペクトルを禁じするのに有効になりますでは本来の目的である単一のローレンツ関数を2個のガウス関数で禁じします数式で表すとこのようになります このために、エクセルに搭載されているソルバーアドインという機能を利用します。セル G1 にピーク1。セル H1 にピーク2。セル I1 に近似曲線。セル K1 に残差2乗。セル K1 に残差2乗は SS。セル K2 に A1。セル K3 に μ1。セル K4 にシグマ1。 セル K5 に A2 セル K6 に μ2 セル K7 にシグマ2と書きますこれらのパラメータを使ってローレンツ関数を近似する曲線を作成してみますセル L2 に0.55セル L3 に50セル L4 に10セル L5 に0.55セル L6 に50セル L7 に10という初期値を書いてみることにします セル C2 をクリックして数式バーで文字列を選び CTRL キーを押しながら C キーを同時に押してメモリにコピーしますこれをセル g 2をクリックして数式バーにペーストするため CTRL キーを押しながら V キーを同時に押してペーストして Enter キーを押します数式バーを編集しているときはこまめに Enter を押してくださいもしも何かで消えてしまったら キーボードで CTRL キーを押しながら Z キーを押して直前の動作をなかったことにしますさらにセル H2 をクリックして数式バーにペーストするため CTRL キーを押しながら V キーを同時に押してペーストして Enter キーを押しますセル G2 をクリックして数式バー上で $F となっている部分を全て $L に修正して エンターを押します。セル H2 をクリックして、数式バージョンで、$F となっている部分を、すべて $L に修正します。さらに、$L$2 を $L$5、$L$3 を $L$6、$L$4 を $L$7 に修正し、エンターを押します。できたら、セル I2 をクリックして、 G2 プラス H にエンター次にセル J2 をクリックしてイコールパワー左カッコ D にマイナス G2 コンマ2右カッコエンターセル G2 からセル J2 を選んでフレーム右下のスクエア十字カーソルで J100 まで移動し左ボタンを離します セル、L1。イコール、サム、左括弧 H2 から H102 右括弧、エ Enter。では、近似関数をグラフに追加する操作は、ローレンツ関数の時と同じです。グラフのグリッド中の下地を右クリックして、プルダウンメニューから、データの選択を選びます。データソースの選択ウィンドウにて、判例項目にある、追加、ボタンを押します。 系列の編集ウィンドウが表示されるので、第1に、系列名の入力欄の右端のスプレッドシートアイコンをクリックしてセル、i 1を選択。系列の編集ウィンドウの入力アイコンをクリックして確定します。第2に、系列 X の値にて、セル、B2 を選択。セル、B2 が、破線のフレームに囲まれた状態で、キーボードの Shift キーと CTRL キーを押しながら、 下向きの矢印キーを押します。すると、最下段の B102 まで選択されて、B2 から B102 までの範囲が、破線のフレームで囲まれます。この状態で、系列の編集ウィンドウの入力アイコンをクリックして確定します。系列の編集ウィンドウになったら、スクロールバーで、スプレンドシートの最上段まで戻ります。第3に、系列 Y の値にテセる I2 を選択。 セル I2 が破線のフレームに囲まれた状態でキーボードのシフトキーと CTRL キーを押しながら下向きの矢印キーを押しますすると最下段の I102 まで選択されて I2 から I102 までの範囲が破線のフレームで囲まれますこの状態で系列の編集ウィンドウの入力アイコンをクリックして確定します系列の編集ウィンドウになったらスクロールバーで スプレンドシートの最上段ままで戻ります。グラフに近似関数のグラフが追加されているので系列の編集ウィンドウの OK ボタンを押しデータソースの選択ウィンドウに切り替わるのでここでも OK ボタンを押しますピーク高さ0.55のガウス関数を足し算しているので近似関数がガウス関数とほぼ同じ形で高さだけが1.1になっています線が細いので クリックしてプロットエリアの書式設定にて線幅を3ポイントに変更します同じことをピーク1ピーク2についても繰り返してくださいではカーブフィッティングします データタグのリボン右端にソルバーがあるので、これをクリックします。ソルバーのパラメータウィンドウが表示されます。目的セルの設定は L1 を選びます。目標値は最小値です。これで、残差の2乗、SS を最小にすることになります。変数セルの変更は、L2、L4 コロン、L5、L7 です。 制約条件の対象には、シグマ1の方が、シグマ2よりも小さいピーク幅になるように指定します。その下の、制約のない変数を、非、不数にする、は、チェックを入れたままにします。これで、解決ボタンを押します。計算が終わると、ソルバーの結果ウィンドウが表示されます。現在の解に収束されました。とあります。OK ボタンを押します。 結果を見ると、グラフは、ローレンツ関数よりもガウス関数に近い形に見えます。パラメータは、上下で同じ数値になっています。足し算で表した2つのガウス関数が釣り合ってしまって、身動きが取れなくなったのです。これは重要なポイントです。カーブフィッティングを行うときは、この感覚を大切にしてください。探しやすくするように導いてやらないと、 SS の極小化を阻まれてしまいます0.6580.45012と変更して再度ソルバーを実行しますそうするとバランスが崩れて一挙に SS が小さくなってくれますピーク1がピーク幅6.96ピーク高さ0.699ピーク2がピーク幅22.1 ピーク高さ0.281近似関数がローレンツ関数をある程度近似した結果が得られました。よく見ると近似関数の方がローレンツ関数よりも裾野の広がりが小さくなると思われます。以上の結果裾野については少し挙動は異なりますがピーク金棒の形状についてはガウス関数の線形結合によってローレンツ関数について 擬似的に代用が可能であってガウス関数型のピークに対してもローレンツ関数型のピークに対しても複数のガウス関数を利用することでどちらにも対応できることが分かりましたさてヒステロイド性消炎鎮痛薬ケトプロフェンは概要薬としてテープ剤パップ剤の形で鎮痛薬に用いられていますが 使用後に太陽光線を当ててしまうと炎症を生じる光線過敏症を起こすことがあります。使用上の注意を守れば支障はありませんが、副反応はなるべく避けたい問題です。市内線ランプ下にケトプロフェン水溶液を生じした時の市内化しスペクトルの時間変化を測定しました。このファイルは市内化し分光コード計から回収したデータをグラフにしたものです。 カラム A に測定波長、カラム B から K に紫外線照射時間ごとの Q コードが書かれています。最初はこれをグラフにします。内容はこれまでに説明してきたのと共通ですから倍速表示します。ピークの波長を確認するときはピークの位置にマウスカーソルを置いてしばらくすると座標が表示されます。照射前には 260ナノメートルと210ナノメートル付近の吸収ピークがありましたが、照射時間の経過とともに235ナノメートルに新たな吸収ピークが現れるとともに210ナノメートルの吸収ピークがより短波長に移動するブルーシフトが起こりました。それでは、これらのスペクトルのピーク分離を行います。ここのスペクトルデータについては結果のみ残せばいいので、 スペクトル一つについて新たなカラムにコピーしておいて解析ができる書式を作ってしまいます。こうすれば次からは別のスペクトルもそのカラムにコピーペーストすれば同じ書式で解析ができます。あらかじめ近似関数のパラメータを書き込むスペースを確保します。吸収スペクトルを見ると単波長領域の乱れを無視すれば2つか 3つの吸収ピークからなると思われます。そこで今回は3つのピーク関数を線形結合することで近似曲線を作成することにしますピーク関数には同じピーク波長でピーク幅の異なる2個ガウス関数を用いるというのが先ほどの結論でしたもしもガウス関数型であるならば2個のうちの1個のガウス関数のみとなり反対にローレンツ関数型であるならば 狭いピーク幅と広いピーク幅のガウス関数の和で表されます。このため、今回は、合計6つのガウス関数の組み合わせでピーク分離を行うということになります。似たものの組み合わせなので、3つのカラムで、それぞれのピークの近似関数を作成し、その足し算で近似関数を作成することにします。すると、それぞれのピーク関数あたり、パラメータは波長1つ。 高さ2つ、幅2つの合計5つです。そこで、上部に5ライン確保します。セル L1 に、ピーク波長 μ。セル L2 に、ピーク高さ A1。セル L3 に、ピーク幅シグマ1。セル L4 に、ピーク高さ A2。セル L5 に、ピーク幅シグマ2。のように項目名を記載しておきます。 次にカラムの名称として、セル L6 には作業領域、セル M6 にはピーク1、セル N6 にはピーク2、セル O6 にはピーク3、セル P6 には近似曲線、セル Q6 には残差2乗と書きます。はっきりと3つのピークが見えていますので、最初に480分照射後のスペクトルについて解析します。 カラム系のデータについてコピーを行います。第1にセル K7 をマウスの左ボタンでクリックします。セルの周囲にフレームが描かれます。第2にキーボードの CTRL キー、Shift キーを押しながらカーソルキーの下向き矢印キーを押します。するとそのカラムの一番下のデータのところまでが選択された状態になります。第3に キーボードの CTRL キーを押しながら C キーを押します。すると、選択された領域がメモリーにコピーされます。第4に、セル L7 に移動して、マウスの左ボタンでクリックします。セルの周囲にフレームが描かれます。第5に、キーボードの CTRL キーを押しながら V キーを押します。すると、 メモリーにコピーされていた内容がカラム L にペーストされます。以上でカラムの丸ごとコピーができました。そうしたら近似曲線のデータを作成します。まず、それぞれのパラメータの初期値として M1 から210、0.7、10、0.3、2 0 1から235、0.7、10、0.3 20。O1 から260、0.7、10、0.3、20と決めておきます。まず、ピーク1の複合合ウス関数です。セル M1 は、イコール、セル M2 を押して F4 キー、アスタ、EXP、左カッコ、マイナス、0.5。アスタ、パワー、左カッコ、 セル A7、マイナス、M1 を押して、F4 キー、コンマ、2、右カッコ、スラッシュ、パワー。左カッコ、M3 を押して、F4 キー、コンマ、2、右カッコ、右カッコ、プラス。以上を数式バーでコピーして、末尾にペーストします。そこで、 $m$2 は $m$4 に書き換え $m$3 は $m$5 に書き換えてエンター。次にピーク2の複合ガウス関数ですセル N7 にセル M7 の数式バーの内容をコピーしますそして $m を一つ一つ $n に置き換えてエンター。3番目はピーク3の複合ガウス関数ですセル O7 に セル M7 の数式バーの内容をコピーします。そして、$M を一つ一つ $O に置き換えてエンター。以上ができたら、近似関数、セル B7 は、イコール、セル L7、プラス、セル M7、プラス、セル o 7エンター。残差2乗、セル q 7は、イコール、パワー。左括弧、セル L7- セル B7、コンマ、 2. 右カッコ、エンター以上で、ライン7、5カラムできたら、M7 から q 7を選んで、フレーム右下のスクエア、十字カーソルで、q 2 0 7までコピーします。スクロールで一番上まで戻ります。セル、P5 に SS と書きます。セル、Q5。イコール、サム、左カッコ、Q7 選んで、Shift キーと CTRL キーを押しながら、 下向きの矢印、右カッコ、エンター。では、ピーク1からピーク3と、近似関数もグラフに書き込みします。 ソルバーアドインを使って、この SS を最小化します。データタグのリボン右端のソルバーをクリックします。ソルバーのパラメータウィンドウが表示されるので、目的セルの設定は、セル95を選び、目標値は最小値にします。変数セルの変更については、セル M1 からセル O5 までの区形を選択します。制約条件の対象ですが、まず、 ピーク波長の順番が変わらないように、M1 小なりイコール N1、M1 小なりイコール O1、次にピーク幅は、下側に裾そのが来るように、M3 小なりイコール M5、N3 小なりイコール N5、O3 小なりイコール O5 のように設定し、次の制約のない変数を比、不数にするはチェックのままです。解決方法の選択は、 GRG 非線形のままにして、解決ボタンを押します。ソルバーの結果ウィンドウが表示されます。ソルバーによって、現在の回に収束されました。などの記載があります。入力ミスがあれば、何も変化していません。OK、ボタンを押します。結果を見るときは、他の実測スペクトルが紛らわしいので消しましょう。グラフウィンドウの下地をクリック。 超語と言いますか、ロートのアイコンをクリックします。それで、すべて選択のチェックを外し、下の5種類だけチェックします。SS は0.0188でした。この平方根は0.137であり、近似関数の曲線下面積 AUC は69.9ですから、相当小さくなっていますが、もっと小さくなるでしょうか。グラフを見ると、波長、 およそ203ナノメートル、230ナノメートル、250ナノメートルのピーク成分があります。およそ250ナノメートルの幅広いピークに、230ナノメートルの小さいピークが乗っかっている関係になっています。このため、実測スペクトルの245ナノメートル付近のトラフが消えています。この原因は、初期値のバランスです。そこで、 それぞれの波長ピーク高さ A1 を調整します。230ナノメートルも250ナノメートルもピーク高さ0.5にしてみます。これでは250ナノメートルのピーク幅が不自然に大きいようです。そこでシグマ1を両方8にします。するとピーク波長がずれていることがわかります。ピークの座標を見ると236メートル ショルダーは250ナノメートルです。これでは、2つのピークがくっついてしまいました。250ナノメートルの裾の幅、シグマ2が大きいので、20にしてみます。しかし、ピークは融合したままです。このまま、ソルバーで解決を押すと、SS は0.0156となり、小さくなっていますが、形は元に戻ってしまうので、 ソルバーの結果ウィンドウではキャンセルボタンを押します。もうちょっと頑張らないと初期値のバランスは改善していません。以上のような調節を一昼夜くらい繰り返すことで SS が0.00625まで小さくするような解が見つかりました。ローレンツ関数を2個のガウス関数で禁じした場合、そののガウス関数のピーク高さに対して ピークのガウス関数のピーク高さはおよそ2.5倍程度でした。今回の結果では、どのピーク関数も、裾そののピーク高さが非常に大きく、ローレンツ関数の近似というよりは、ベースラインの補正の意味合いが大きいと考えられました。続いて、照射時間360分のスペクトルを作業領域にコピーし、これを、照射時間480分のスペクトルで得られた3つのピーク関数を、 初期値としてソルバーを実行します。その結果、SS が0.00724まで小さくするような回が見つかりました。さらに、照射時間240分のスペクトルをピーク分離した結果、SS が0.00536まで小さくするような回が見つかりました。照射時間180分のスペクトルをピーク分離した結果、SS が ままで小さくするような回が見つかりました。照射時間120分のスペクトルをピーク分離した結果、SS が0.00648まで小さくするような回が見つかりました。照射時間60分のスペクトルをピーク分離した結果、SS が0.00145まで小さくするような回が見つかりました。 照射時間45分のスペクトルをピーク分離した結果、SS が0.00193まで小さくするような回が見つかりました。照射時間30分のスペクトルをピーク分離した結果、SS が0.00115まで小さくするような回が見つかりました。照射時間15分のスペクトルをピーク分離した結果、SS が 0.00097まで小さくするような解が見つかりました。照射時間0分のスペクトルをピーク分離した結果、SS が0.00374まで小さくするような解が見つかりました。ガウス関数は、全領域で積分して面積を計算すると a、a シグマルート 2π となります。そこで、ピーク分離の結果として得られたピーク幅の狭いガウス関数について、 ピーク高さ A1 とピーク幅 s グマ1からピーク面積を計算し、それぞれのピークごとのピーク高さとピーク面積の時間的推移をプロットしました。ピーク255ナノメートルの成分はあまり変化がなく、ピーク230ナノメートルの成分は指数関数的に増加し、ピーク205ナノメートルの成分は指数関数的に減少していることがわかります。